はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回も、ゴーストリコンワイルドランズ PC 版オープンベータ続きやっていきます。前回は副官を尋問して、でちょっと下の方に降りて、そこで終わったはずなんだけど、ゲームをまた再開したらよくわかんないところから始まってて、まあともかくその誰だ、アマルっていう人を解放することをまず優先に、農園に捕らえられてるとか言ってたんで、助けに行こう。でまあいろいろね、操作とかもまた確認してみたら、なんだろう、この集合だとかいろいろコマンドが存在して、おい集合しろ、コピー。まあソロプレイの時はこういう風に仲間たちと連携していくんだ。まあとりあえず SUV があった。肉体に溺れすぎるとまず精神が弱り、そして肉体も弱ってしまう。ラジオは十字キー下で止めれる。ライトもある。また誰か歩いてる。なんか下に光ってんだよね、あれ。なんか下にある、あれ。なんかバイクっぽいアイコンだけど、サボテンがある。お、なんだなんだ、ドローン。ドローン飛行中。ん？ん？これか。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。見ろ。反乱軍がサンタブランカ兵と交戦してる。加勢した方がいいかもしれない。なんか落ちてんな。サンタブラ、こいつらカルテルの重装備兵か。で、このシンクマークね。シンクマークをやって。了解。配置につく。仲間に攻撃してもらうと。やった。OK。みんな大丈夫か？くそ。この仕事痺れるぜ。反乱軍が後で取りに来れるように物資に目印をつけておこう。こいつら一般人を殺してるんだ。オートバイに乗る。バイクゲットした。ああごめんごめん、仲間たちついてこれる。もうちょっと運転は下手くそなんだ。じゃあ農園の方に行こう。あら登れねえ、こっから。準備はいいか。撃て。分かった。みんなこっち見る。あと 700m、 結構人歩いてんな、道路沿いに。あれだね、こういうのはね、遠い場所からの索敵が。あら、民間人だぞ。ごめんなさい。さあこの辺で降りていくか。まずはまあもうちょっと近くまで行ってドローン飛ばしてみよう。なんかドローンが結構万能だから、双眼鏡を使うことがあんまりないと思うんだけど、乗り物を奪うことができる。気をつけろ、敵がいるぞ。シカリオがいるぞ。オッケーオッケー。これなんだ、これサトウキビかなんかか。とりあえずドローン。さあいるね。あ、ヘリコプターまである。ターゲットを捕捉、周辺に注意しろ。やつで5人だ。アーマールはどこだ？これほとんどカルテルだし、多分住宅の中か。こっちにカルテルのメンバーがいる。どこだ？ナヤの中だ。ナヤ。ちょっと失礼するよ。もうすぐ後夜農場だ。気を抜くなよ。シカリオには元軍人も多い。ターゲットはしっかり確認しろ。アマルを間違って撃ったら、このキングスレイヤー作戦は始まる前に失敗だ。
OK。さあ、どうやってまず敵を減らしていくかだな。シカリオがいるぞ。場所を教えてくれ。納屋のあたりだ。あっちにもいるしな。バレてないよね。後ろからぐるーっと回っていくか。一人でも殺しちゃうと死体が見つかって感づかれちゃうから、一人で行動してるやつだけを倒したいんだけど。敵を捕捉。あの地元住民の近く。あん中か。ちょっとこっちからじゃ見えないな。どうしようかな。石ころとか投げればいいんだが、ちょっと待って。こいつ倒せそうだな。倒した。OK。で、シンクを使って。こいつそっち行っちゃうか。もうちょっとじゃあ近づこう。一人スポットしてるけど後ろ行っちゃうか。これなんだこれ。武器入ってんのか。またいた。あいつで5人だ。主に敵は建物の前の方にいるんだけど。しかりを2人確認。いた。納屋の前だ。3人同時にやるってのはちょっと厳しいな。あの敵こっち来ちゃうなら死体バレるか。大丈夫か。オッケー、こいつを。タンゴダウン。あれ倒した。オッケー。あ、こっちを倒した。おっと、死体を見つけやがって。まだ来るか。警戒してる。シンクで一人やっちゃうか。シンク準備。こっちに向かってきてる。準備完了。ちょっと交戦開始。やった。待って、あっちにもいた。あと一人か。オッケー、全員やったか。こっちは大丈夫だ。Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. アマルか。私だ。お前を助けに来た。どうも。よし、この人だね。3.1 キロとなってて、こんなところにヘリコプターがあるから、もらっちゃう？じゃあこれで帰ろう。チュートリアル。あ、まあ基本的にいろんなゲームの、いろんなゲームと操作が同じ。じゃあ帰りましょう。どこに連れてくしだ。お仲間のところだ。なるほど。カタリはアメリカと取引したのか。バカなやつだ。それは本人に言ってくれ。いや、これはね、ぜひともコープでやりたいな、このゲーム。ちょっとヘリがすげえ揺れる。
クイックターンもできる。アマルをイタカエコーに連行する。いやー、上から上空から見るとまた随分広大だね。前方に普通の飛行機が。で、ちょっと運転が難しい。乗り物全般結構ね、リアルな挙動をするというか、結構運転が難しい。とりあえず降下して、よし、ここだ。うまーく着陸を、うまーく着陸をしたいのだ。あー、ずれたけど OK。 調子はどう？はい、助けてきたよ。見ろ、武器ケースだ。武器ケース、弾薬回収、装備、なんかね、スナイパーライフルかなんかあればぜひともつけたいんだけど、スキルとかもあるね。あ、間違った。あ、ロックされてるな。あのところ武器はデフォ武器しか使えない。ドローンとかも別のものにできるんだ。で、ゴーストチーム、キングスレイヤーが、まあ、主人公一行で、反乱軍に、で、敵のカルテル率いるサンタブランカ。ユニダットってなんだ？ボリビアの軍隊。まあ、主に4勢力からなると。主人公結構ふざけてる様子かと思ったら、結構他のところもね、すごい格好してるね。で、戦略マップでしょ？ここだけに限ってももう随分広く見えるしな。ちょっと適当にスキルを、ドローンのバッテリーだとかも。ノーペイン。なるほど。武器の、じゃあ、ステーブルエイム。オッケー。インタラクト。サンタブランカのもてなしは手荒でな。私を尋問していた奴らはまるで恋人みたいにイチャイチャしてた。だが尋問は、あれは、名前はユリとポリト。ああ、ユリとポリトだ。スウェイヌの尋問中にサンドバルを拷問してた奴らね。絶対に捕らえる。アマルを解放した時にはいなかったな。しばらくユリとポリトを見ていない。4日ぐらいだ。どこにいるんだか。情報がいるわ。村や拠点を徹底的に調べよう。知ってる人がいるはず。資料集めやハッキング、敵幹部の尋問でも聞き込みでも何でもやって。入念に調べる。よし、報復してやりますよ。ミッション完了。あ、マル救出。モーマンがユリとポリトのファイルを送ってきたぞ。ユリとポリトってやつがいたんだね。映像以上。リッキー・サンドバル捜査官の死亡時、部屋には4人の人間がいた。サンタブランカのトップ、エルス・エーニョ、リッキー、そしてラ・ユリとエル・ポリト。二人が出会ったのはチアパスの小さな州立病院。ポリトはそこの研修医で、ユリは看護師をしていた。一目惚れだった。初めて目が合った瞬間から二人は引き裂けない仲になった。運命の出会いね。
ある日瀕死の武将が緊急治療室へ運ばれてきた。名前はラ・プラガ。ユリとポリトのおかげで彼は一命を取り留めた。彼は恩人である二人にたくさんの贈り物をしたわ。豪華なパーティーから新車までね。しばらくしてラ・プラガは二人をサンタブランカの医療スタッフにした。表向きはね、ユリとポリトは人体のプロよ。二人は人の痛みの限界を熟知してる。痛みを感じられるように意識を保つ方法もね、何より痛みの与え方に精通している。委託場での仕事は拷問。カルテルが口の固い人間を捕らえたら、ユリとポリトがその口を割らせる。人を壊すの。さっきも言ったように、リッキー・サンドバルが殺された時部屋には4人いた。スエーニョ、リッキー、ユリ、ポリト。リッキーを生かしたままスエーニョは拷問した。絶え間なく47時間もの間ずっと。やつらはリッキー・サンドバルをいたぶり、スエーニョが処刑した。ユリとポリトに関する概要だ。敵護衛部隊の主要メンバーでもある。奴らの指揮系統に関する説明も確認しておけ。護衛部隊の責任者はエルムロ、通称壁だ。スウェーニョの幼馴染でボディーガードでもある。エルムロの弟がラプラガ。汚い野郎だ。ソーシャルメディアでの活動が活発で、カルテルの叱りをたちのリーダーだ。狩りの始まりだ。スウェーニョを捕まえるなら下から順番に行かないとな。まずはユリとポリトの情報を探り、見つけ出して始末する。恐ろしい。拷問のスペシャリスト。調査。地域を探索し、カルテルのリーダーに関する情報を入手する。戦略マップで重要情報を選択する。戦略マップ。あるね。ユリとポリト。至る所に情報があって、こっちの方にも何かしらのミッションがあるんだ。これがサンタブランカカルテルへの妨害。まあ、なんだろう。つながりを表してる。で、ここにユリとポリと。結構敵も大勢いるわけで。よし。それじゃあ今回はここまでにして、じゃあ、次回は情報収集だね。この地域の、まあ、いくつかに点在するこの重要情報を集めると、まあ、多分敵がまたいるだろうから、まあ、今日はちょっとステルスというよりかはエセステルスで終わっちゃったけど、なんとか誰にも感づかれないようにいきたいから、次回また頑張っていこう。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。